さて、今回もルイージマンションやっていこうかな。お、キングテルサだ。逃げられちまう。早く、吸わねえと、吸わねえと。匂うな。匂う。めちゃめちゃ匂うな。めっちゃ匂うな。何かいるな、ここ。匂うぞ。すごい匂い。くっそ。奴がいるな、どっかに。どこかに身を潜めてるね。ここか？ここの部屋臭いな。はい、発見。はい、白いみたらし団子確保。帰るか。じゃあね、皆さん、あれですね、今回は、グリーンフロア前回やったんで、次スタジオフロア。お、着いた。前回来てるんでね、ちょっとチラってね。いや、見てよ、これすごくない？これスタジオ。一回現実で見てみたいよね。こんなルイージマンションじゃなくて。ここ案外関係者以外入っちゃいけないようなフロアな気がするけど。まあいいよね。あ、え、何これ、絵が飾ってあるんだけど。あ、これなんだっけ、マリオサッカー。なんで俺の死闘が飾られてんの？これの戦いの末、毎回あいつ全部負けてるからな。あいつ怒るんじゃないの？このポスター飾ってたら。これ何？え、これわかんない。なんだ？これなんだ？え、これわかんないな。なんだろう。これはもう、ロッキーでしょ。うわぁ、マジでいいの？これ勝手に来て。うわ、このなんかさ、このコード類がなんかこう地面に垂れっぱなしなとこがすごいスタジオ感がある。リアル。すごいリアル。やべぇ、やべぇ、やっちった。やべぇ、どうしよう。結構値段しそうなスピーカーを壊してしまった。絨毯めくれそうじゃない？え、ピクリとも動かないんだけど。なにこれ、アロンアルファでもくっついてんのかい。はい。え、なに？え？どこ行くの？俺やっちまったか、ついに。やっちまったか？お、お、すげえ！カラーテレビになってる。待って、なんか見れるやん、テレビ。テレビ見れるやん。あ、なんだ？うん。おー、ルイージの、アヘ顔っぽいアヘ顔が。ルイージヒゲの材質いない。鼻近っ。え、嘘、入ってた？そんな。え、すごい、入れるじゃん。これ64だね。64を思い出すわ、懐かしい。スーパーマリオ64ですよ。あー、入っちゃった。え？そんなんあり？下手したらなんか一生戻ってこれない感じしたけど。まあ怖かったわ。まあいいや、まあ鍵ゲットできたし。うん。まあな。じゃあ入ろう。まあ勝手に入るよ。さあ、スタジオか？ここはもしかして。あ、なんかいる！え、なんだ？すごいうなされてるけど。その前にちょっと、トンズラ。わ！うわぁ、これ、すごいな。わかる人にわかるんだろうな、これ。あ、これあれじゃない？なんだっけ、映画で言うあれですよ、あれ。うん、あれ。そう、あれあれ。あれだわ、これ。え、でもこれ何？え、なんか動いてるよ、真ん中で。なんかいる、なんかいる。あ、え、なんか来る、こっち。え？なんかあー、お前かよ！全部吸っちゃったよ。今後の上映する予定だった作品も多分全部吸っちゃったろうな。ごめんなさい。いや、ネタに困ってるんでしょうね、きっと。きっと、ネタに困ってるんでしょう。うわぁ、びっくりした！ジョーノーズ。ああ、なんたる悲劇か。このジョーノーズ監督ともあろうものが大切なあれをなくしてしまうとは。ちっぽけで何もできない映画監督。それが今の私の姿なのだ。わかってんじゃん。ああ。そんな私には、この美しいボタンの輝きさえ、今はただ色褪せて見えるばかり。お前、背後に俺がいることを分かって言ってるだろ、さっきから。さっきからわざとらしい、なんかしらしらしい大根芝居やってるけどさ、背後に絶対俺がいること知ってるでしょ。いけいけ、取れ取れ、取っちまえ、取っちまえ、取っちゃえば、お前このフロア終わりだぞ、もう。いけいけいけ。あ、ダメだ。私の真っ赤なメガホンよ。お前はどこへ行ってしまったのだ。メガホンか。お前、メガホンね、メガホンね。俺カチンコずっとなくしてるかと思った。あのメガホンを再び手にすることができるのならば、代わりに何を差し出しても惜しくはないだろう。こいつ遠回しにあれだな、エレベーターのボタン欲しかったらメガホン取ってこいって言ってるな、こいつ遠回しに。めんどくせえ。あ、やっと終わった。こいつの独り言、今まで全部こいつの独り言だからね。しかもこいつライト効かねえし。おい、いますよ、僕ここに。めっちゃ避けるやない。どんだけ俺のこと見ねえ。俺がいること知ってるだろ。いやー、こいつ意地でも見ねえな、俺のこと。やっぱさっきの全部芝居じゃねえかよ。あったよ、メガホン探せばいいんでしょ。お化けだからな、結局。なんか、こいつら、ああ、離せよ、早く。わかったから離して。ねえ。
うわ、びっくりした。今の騒音を聞いても一切見ないな。ルイージマンション初期の頃はライト当てるだけでさ、お化け吸えたのにさ、時代が進むことによってやっぱお化けも、なんか性能が上がってるよね。2ではさ、ストロボ焚かないとさ、お化けビビんなかったし、今作はストロボ焚いてもビビんねえやつもいるし、やべえな。うわ、撮影スタジオだ。うわ、すげえ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 。撮ろうぜ、俺。うわ、すごっ。いやー、やっぱこれですよね、ビデオカメラって。すごいよね、今のご時世カメラって。うわ、これどう見ても貞子やん。貞子の弱点ってなんだっけ、みんな知ってる？俺は知ってるよ。貞子の弱点。レバニラ。ちょっとお邪魔しまーす。あさここ入ってどうすんの、これ。あ、帰ってくるのね、そういうこと？まだ泣いてんのかよ。おぉ、すげえ。これはなんだ、要塞か？これが映画、撮影スタジオ。うおぉ、すげえ。いや、俺もこういう編集技術があればなーっていうね、すごい思うわ。やっぱ任天堂さんすごいですわ。とまあめちゃめちゃコビを売っといて、赤いメガホンだっけ。そんな目立つメガホンなくあいつ本当に探したんかな。ちゃんと絶対ちゃんと探してないわ。なんだ今、上にすごいなんか吹き飛ばなかった今燃やして君。小山さん、随分物騒なこと言いますね。ここでね、燃やしたら俺も全身焼き鳥状態になっちゃうよ。そもそもの話ね、そんな都合よくね、どのフロアにもね、炎があるわけじゃないんだから、簡単に燃やすとか言わないでくれません？あるんかーい！あ！やって、おー、来た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 。あ、ダメダメ、消火しないで。ダメダメ、消火はしないで。頼むから、ほんまに。あの火だけ半分ちょうだい。まあ本来俺がこれさ、お化け吸っちゃいけないよね、立場的に。水あかん、水あかんて、水あかんて。あ、お頭が来た、お頭が来た、お頭が。待って、こいつは俺一人の力じゃ無理じゃない？この火をどうすんの。あちゃー、火は別の部屋に運ぶためには何かが必要じゃの。ああ、さっきから意味深なこと言うんだよな、この博士は。もう潔くさっさと答えを言ってくださいよっていうね。これ怪しいよ。でもね、僕ね、正直ちょっと分かったってとこあるんだよね、実は。このテレビが怪しいんだよ。本来テレビいらないじゃん、こんな部屋移動するためだけなら。何が言いたいかですよ、皆さん。僕がつまり何が言いたいかというと、このテレビを駆使して何か運ぶんで。絶対そう、絶対いるぞ、こんなガサダコ。おお、カメラワーク、ルイージ、お前いい仕事すんな。ビビらせてくるね。来るか来るか。あー、来る。貞子が、髪の長い女性が出たー朝起きて遅刻確定した時の俺の顔みたい。てかほら、もう上に松明あるやん。ああ、なんか来た。投石や、カタパルトや。ほらな、あったぞ、ほら松明、あれを使うしかない。なるほどね、これ水をかけるのか。って言ってもどうしよう、水がない。俺のションベンでなんとかなんないか。ほら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 、このバケツよ、このバケツ。そう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 、そうやって入るの、そのモニターに。で、こっから水をすくえません。はい。ああ、落ちてもうた。いやー、怖い怖い怖いなー、怖いなー、怖いなー、怖いなー。おー、お、ありがとう。行くぜ。あとあれですね、この植物に。あ、なんか来た、やばい、来た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 。急げ急げ急げ、早くかけろ早くかけろ。あちゃあちゃあちゃ、オッケーオッケーオッケー。やばいやばい。いや、なんでそこで落ちるん。来た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 、投げ込まれた、投げ込まれてきた。増氷が投げ込まれてきましたよ。はいはい、はいしょーっつって、お疲れ様です。で、あとはこれですね。いや、都合よく火消えんなよ。行ってこい。あっちー、あ、ごめん。何の罪もないスパイダーを殺してしまった。あー、もうルイージめっちゃカメラワークで遊ぶやん。この雲も正直罪ないよな。うん。で、メガホンゲット、これでいいのかな。あー、よしよし、グイジよくやった、よくやった、グイジよくやった。早くそのメガホンよこせ。なんやお前、さんざこき使ったからやり返してきたか、最後の最後で。さっきから無視し続けてるけど、ほら、目にしてもでかいな、メガホン。うわっ、お前顔結構なんか本当に外国人の監督でいそう。ハロー、な、お、今回のお化けは話が通じる。
君、ちょっと待ちたまえ。そこに止まるんだ。よく見ると君はなかなかいい顔つきをしているんではないか。いや、僕そういう趣味はないんで。はい。それに体格も悪くねえ。いやでもね、案外ルイージ身長高いからね、案外いいかもよ、確かに。ごめんね、素人の俺からしたらいい箇所が全くないわ。俺的にはなんか三日月の形をしてる眉毛がいいんじゃない。なになになに、スタッフいんの。なにこれ、怖い怖い怖い。何させられるのこれ。ついにルイージマンション以外で俺が主役。でもなんか関わりたくないからグイジ行ってきて。はーい、僕が行きました。はははは。おいおい、ガン虫かよ俺は。わかりましたわかりました、ゼラチンは引っ込んでろと。そういうことですね。おおおお、なんだなんだ。おついにルイージが主役が、ルイージの主役が、うお。いや待って待って待って、台本ないよ、何も台本が。台本くれよ台本。これほど似合うね主人公はいねえな。え、なんだ、え。ルイジさんノリノリっすね。なに、このシアターモードのままできんの。これじゃどっちがヒーローかわかんねえなこれ。おい、あれ聞かねえぞ。あ、まだ、わかったわかった。これ裏か、殺される。あいやー、わかったわかったわかった、ヒーローものでよくあるあれね、悟空とご飯なの、親子カメハメハね。いけー、親子カメハメハってか。本来俺の隣はマリオ兄さんであってほしかったな、グイージじゃなくてな。それ思わないみんな。早くゼラチン早くしろ。いけー、親子カメハメ。待って待って、強いぞ。え、嘘、ちょ、グイージ頑張れ。オッケーオッケー、俺近距離で、ゼロ距離で。え、何、どうすればいいのこれ。あ、 A ボタン連打、連打はダメだよお前、高しめじんまりだから俺。これがルイージの16連打だ。うん。ちょ、お前出てきちゃダメでしょ。あ、うん、よかったね映画撮れて。え、何、え、くれんの普通に。お前いいやつ。お前いいやつ、いいやつやん。さんざらしちゃったよ。でもまあしょうがない、技術を生むのにね、犠牲はつきものですよ皆さん。でこっち入ってったなあいつ。お、どうした。何してんの、編集中。あと少しで私のアートがついに完成だ。頼むから邪魔しないでよ、編集中なの。実況者としてね、編集作業を邪魔されるのはね、もう迷惑この上ないので邪魔はしません。え、でも待って、じゃあこいつ吸わなくていいのかな。え、これ吸わなくていいの。おっ、25。編集中のお前をね吸うつもりはないよ、安心して。さすがにそこまで俺はチキチクじゃねえ。編集終わったら行ってね、吸うから。